消費しないんだ。そして何より熱風を放っている間は筋肉を動かせない。けどアルミ、それが君の最後か。君がその知恵を絞ってようやくできる抵抗は、そうやって炙られ続けることなのか。なら分かったよ、今楽にしてやる。エレンに託された、僕の夢、命、全て、きっとエレンなら海を見てくれる。終わった。さあ次はエレンと馬を。これは硬質か。取った。最初にエレンは動けないと思わせたのも、アルミの抵抗も、硬質化した巨人のカカシを作るための時間稼ぎ、全ては僕の隙を作るため。クソ、分かってたはずなのに。お前が誰よりも勇敢なことぐらい。